画は撮ることあります？友達と旅行行った時に、うん、ショートムービーみたいな作りました。アプリであったんですよ。2秒ぐらいの細切れをつなげて、うんうん、っていうのを作ったというか、作ったって感覚でそれがあるんですけど、こうストーリー考えてやったのは、うんうん、あとは普通にあの、ね、誕生日の瞬間の撮るとかそういうのだったら、なるほど、1分ぐらい撮るっていうのがあります。それはスマホ、全部スマホでやりました、ね、スマホ動画みたいな、スマホです。やっぱり今でしょ、ほとんどスマホでしょ。いや本当に思います、ねえ、うん、写真でもね。そうなんですよ、動画でスマホどこまでやってるかなっていう感じですよね。動画です、ね、今みたいにちょこっとやりますとか、はい、ちょっと撮っときますとかっていう人は結構いるのかな。今は結構そのスマホでね、だいぶできちゃうから、うん、そういう人が多いなと思うんですけど、でその私の場合はですけど、その1分、ね、カメラ入れて1分間とか本当そのままだけのさなんか動画だと撮るんですけど、これをつなげるとか、うん、でまさかそこにまずストーリー載せるみたいなのはもうないです。そういう経験は。いいです。動画は写真が動いてるだけ。あ、もうそんな感じです。そんな感じ、本当にそんな感じ。あのフォルダの中に写真があって一つマークがついて動くね。なんかそうです、本当そんな感じだよね。その私の携帯のフォルダに入ってるようなその動画1本撮りの動画と、うん、先生のその撮り方とかで題材とするような映像の違いは、うんうん、あのまあそれはあの映画館でも見る映画もテレビ番組もそうですけど、はい、ワンカットワンカットとかありますか、はい、ボタンを押してそのずっと撮るやつ、はい、まあ動画動画、うんうん、でまあ、どっちかっていうと映像とかビデオっていうのはいくつかこうカットがあって積み重なってる、はい、どっちかってそのストーリーとかその撮り方の部分でいうと先生の分野なの、うん、あの僕の方は何やってるんですかって言ったら単純な話、テレビの番組の基礎的な話、はい、うん、あのニュースだとか、はい、もっと極端なのっていうか旅番組みたいなやつとか、はい、あれはね変わんないんですよ、昔から。昔からその撮り方というか、まあ映像映像ですね、はい、映像まあ昔の映画の基礎は変わらないはずなんですね、はい、その話をまあもう覚えれば何でもできるんじゃないの。そうですよね、それを知ってるのと知らないのじゃその、うん、ホームビデオだろうが、そうです、自分で撮るだけでも全然変わってきますもんね。その話をマスターすれば、はい、仕事でなくたって自分のお子さんとの方が家族旅行も行けるだろうし、はい、うん、そうですね、うん、でまあ、ちょっとした話、今、はい、まあ、会社のエリア旅行でもいいし、うん、もっと気を利かせて、ね、最近で言えば各企業に、ね、ホームページもあって、うん、昔ホームページといえば写本みたいにね、はい、写真とテキストだったのが、うん、まあ、会社でこんなことが行事ありましたよ、社内旅行ありましたよってっ動画撮って短くアップするとかっていうところの絵はプロに頼まなくて撮れるわけですよ。でもどんどんそういう世界になっていくと思います。その写真だった部分が動画とか映像に切り替わっていきます。そういう意味ではその編集とかっていうよりはもう中根本的な撮り方が、そうです、そうです、本当 ABC ですよね、うん、そこをねマスターしていただけるといいのかな、うん、確かに確かにそうですね、昔からこれねなかなかそういう教室ってあるようでない、聞いたことないですよね、ないでしょ、撮り方、ね、映像の、はい、撮り方ってまた言葉があってね、これよくあちこちからメーカーさんとか依頼されて、はい、一番困るのはね、動画の撮り方を教えていただけますか、うん、動画の撮り方教室を開きます、先生なんか一つ喋ってくださいって言われる、はい、ですが先ほど言ったその、はい、スマホ、スマホ、はい、スマホで撮るってさっき言ったのに、はい、猫かなんかポッと撮るだったら意味ないけど、うん、これをサイズを変えて作品で作っていこうとすると、はい、スマホの場合はテクニック何もないんですよ、絞りもだけ何もない、本当ですね、こっちで撮りっぱなしですから、そうですよね、それで作品作る方がはるかに今言った作品を作るための撮り方、うん、に近いんですよ。確かにこれを高級なカメラであればなるほど集まってくる人は2種類いるわけですよ。そうですね、テクニックの部分が気になっちゃうっていう、そうそうそう、特に写真やってる人は最近ね、あの動画が撮れるから最近の一眼みんなついてますんでね、はい、で動画は関心があるから、うん、来ました、うんうんうん、動画の撮り方を抑えて来ましたって人がね、ものすごい日本語で言うと撮り方ってどっちも含めて撮り方ですねそうで、その来る生徒さんがね期待する方が2つあるわけ、確かにパッて浮かぶのはそういう
テクニカルな方がイメージに湧くんですけど、大事なのはそのストーリーの部分ってことですよね。どう組み立てるかっていう部分が大事ってことですね。それでね、一番大切なことはね、はい、じゃあ何が必要ですかっていうと、動画もしくは映像の撮り方は文章作るのと同じなんでしょ。文章ね、うん、ストーリーをまず考える、うん、ね、で、ストーリーを考えるというか、ストーリーを作るように撮っていくわけです。はい、なるほど。これが映像の動画の撮り方、動画の撮り方教室の ABC、 うん、うん、基礎基本はここだぞってことですよね。そうそうそう。今僕はもう簡単にその横文字使わないで、これだけ基本、画面に出てる誰が、誰がどこで、どこでいつ、いつ何をしてる、何をしてるが取れるようにしておきましょう。うん、その時画面の中それが入ってれば、うん、家族が旅行行こうが、うん、社内の何かを撮ろうが、お祭りを撮ろうが、うん、全部の条件が映ってるわけです。うん、その時です。確かに。もうそれ趣旨一貫するだけ、基本全部それなんです。基本は全部その構成でいけるよってことですね。でもそれは知らない人の方が多そうですよ。多いですね。私も初めて、うん、そのストーリーが大事でしょう、ね、どっちかってやっぱ技術の方に目がいっちゃいますよね。はい、それは基本ですね。なるほど。じゃあこの動画の基礎テクニック講座、うん、ほとんど基本は全部そうです。そこのストーリー構成の部分を学んでいけるということですね。その ABC を。そうです。なるほど。でこれを今後、はい、まあ、細かく言うとね、はい、もっといっぱい細かいこと一つ一つやってくる、うんうんうん、そうですね。なんだけど、ちょっと、ね、はい、今日ね、目次的にちょっとざーっとお見せします。はい、よろしくお願いします。じゃあそれちょっと喋りながら、はい、で後で細かいところは次回、うん、一個一個と細かく分析してお話しますね。今日は目次的に、はい、はい、横浜ね、この間に行ってられたいい天気の日ね。はい、もうすごい天気良かったですね、はい。もうね、こうやって誰がってのこれ分かるでしょ。あ、確かに。これで誰が、うん、あなたですね。私ですこれ追っかけるフォロー撮影っていうんだけど、これもテクニックだって、また後で細かくお話しますね。はい、で、どこでって最初の港の絵がいくつか出てくると、港はもうこれも分かるけど、港にいるあなたでしょ。うん、確かに場所も。で、次これが出てくると、はい、まあ、横浜市って人はこれね、公園の真ん中の公園だなって、うん、当たりますね。で、次に歩いてますよね。はい、これがあってもなくてもいいんですけど、でもこれとあることによって、その公園の雰囲気が伝わりますよね。そう、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